こんにちは、アマセン6494です。今回はドラゴンボール特艦バトルの極限 Z バトルの竜系のサイヤ人ブロリーが始まったのでやっていこうかなと思います。で、地属性なのかな、極で、超耐属性染めでいくといいんじゃねえかなっていう感じかな。はい、ということでですね、とりあえず、スキップするところも多々あると思います。大体スキップしてどこまで出るかっていう感じでやっていこうかなと思います。耐属性、そっか、これでやってんのか。なるほど、そういうことか。マジンガーカテゴリーでやってたのか。そういうことか。とりあえずまだこの段階ではさほど5点クスで、よし、行きましょう。魔人ブーカテゴリーか。超耐属性の魔人ブーカテゴリーってあんまないのかな。当分5点クスだな。超耐属性専用だから悟空があれなのか。ああ、やばい、食べて反映されてないのか。ちょっと問題だな。あ、マジ。悟空だけが反映されてないから、悟空だけとりあえず体力回復枠的な感じで置いといてって感じで、人間カテゴリーの方が強い気がしてきたな。なんで、
ましょう。ゴテンクスとかいたらゴテンクスなんだけどな。スリーの。Thank you.
ましょう。早送りすること前提で喋ってなかったんだけど、早送りしなくてもいいかなって思ってきたんだけど長いな。どうしようかな。15分にしようかな。とりあえずそういうことなので、これラストで21からなんか進化しだすっていう話を聞いたんだよね。同じか。レベル10まで行くのに20分弱ぐらいかかってるからな、なんだかんだ。とりあえずこれパート1で、パート211から20みたいな感じでやろうかなと。まあ多分途中で詰まると思うんだよね。やべ、足んねえ。お、初めて必殺技。どんぐらい強い？まあまあ、まあ、進化しないからね。進化した状態だともっと強い攻撃が来るんじゃないかなと。
ク両方とも言いなさらそう。いけんのか。切り替わる、ということで、今回ですね、ドッカンバトルの極限 Z バトルのブロリーですね、のレベル1から10までやりました。まあ、とりあえず、魔人ブーカテゴリーで来ましたが、まあ、途中からちょっと厳しくなってるなーっていうのはなんとなく見えます。超耐属性のキャラクターで染めないと、ちょっと厳しいんじゃないかなっていうイメージはすごいあります。あ、両方とも？あ、両方ともいいんだ。あ、じゃあワンチャンあるね。そっかそっか、超耐属性だと思った。あ、じゃあこのままいきますね、イメージ的には。うん、でもしちょっと足らんなーと思ったら、いろいろ強化していきたいかなと思います。はい、ということで、今回は、竜系のサイヤ人ブロリーのレベル1から10まででした。では、ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では、雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き、頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。